今日は裁判の報告ということで、三品がですね、別の取材の用事があるということで、まあ私一人でのこうやって報告ということになるんですけども、昨日、ブラック解放同盟から訴えられた裁判の口頭弁論がありました。で、内容は証人尋問です。証人が出てきて尋問する。長らく準備手続きだったんですけども、ようやく再開したという形になります。そしてですね、出てきたのが、これね、原告側からその閲覧制限の申し立てが出てるので、ちょっと裁判が変なことになって、個人名出すなとかブラフの地名出すなとかいう話になったんですけども、でも結局ね、裁判官もうっかり喋ってしまったりとか、まあ、僕なんかも結構ね、ついつい地名とかバンバン出しちゃってグダグダになったところもあるんですけども、あとですね、証人3人出るはずだったんですけど、1人がね、高齢者でなおかつ家にね、まあ、さらに高齢の人もいるということで、ちょっと怖いということで、で、来れなかったんですね。それで、今日出たのがね、副委員長の片岡さんと、あとは、東京都連の副委員長ですね。それで、まあ、何聞いたかっていうと、まあ、ここは、もう裁判の争点について事実関係を聞くっていう場面なので、まあ、そこであれこれあれこれ、何か主張するというものではないんですけども、片岡さんに関しては、まあ、ほとんどあれですね、喋ったのは、まあ、陳述書は先に出てたんですよ。まあ、そういう内容です。自分は、その兵庫県の辰野市の生まれだとかね。で、そこで、まあ、肉屋をやってたとか。あとは、まあ、なんかね、事実関係っていう、やっぱ主張に近いものがあって、こういう差別事件があったとかね、ブラック致命相関事件とか、なんかプライム事件があったとか、まあそういうことを話してたんですね。ただその中でね、大変興味深い話もありまして、まず一つ新しく出たのは、その7月から8月にかけてね、でもその片岡副委員長の家にね、アダルト DVD と、なんかアダルトグッズが送られてきたそうなんですよ。まあ嫌がらせということなんですね。ただまあそれもね、結局誰が送ったかっていうのはね、まあ向こうも分かってなくて、そこまでは言及されてないんだけども、まあそういうのもね、昔はこんなことなかったんで、やっぱしお前らのせいだみたいな内容ですね。はい、まあ僕もこの辺ははっきり分かんないです。そういうのを でも、まあ送りそうな人がいるって言ったらいるんですよ。やっぱその解放同盟をもう親の形のように憎んでる人がいるんで、そういう人はいるのかなっていう考えもあるし、ただまあやっぱそれはもう皆さん思ってると思うけど、やっぱ解放同盟で自作自演したっていう過去があるんで、解放同盟の内部の人間がやったっていう可能性もなくはないんですよ。とにかくもう僕としては分かんないですよ、誰がやったのかっていうのは。それでまあ大変興味深い話もう一つあって、解放同盟の会員数ね、4万人っていうふうに言ってました。これもう私の方から聞こうと思ってたんですよ。というのも、その解放同盟側が自分たちはそのブラック民の代表だみたいなことを言ってたんで、じゃあどんな風に代表なんだっていうことで、会員数聞こうと思ったら、まあ、向こうからなんか話してくれて、会員数4万人だそうです。で、10年ぐらい前はね、7万人ぐらいっていう風に聞いてたんで、やっぱ減ってるんですよね。で、これもね、そんな嘘をついたりもったりしてるように思えないので、まあ大体妥当なところなのかなと、約4万人。解放同盟って実はその法人というかね、その自治会単位で団体で入ってる会もあるんで、こう正確な会員数ってなかなかつかめないところがあるんですよ。ただまあ解放同盟として把握してるのは4万人ぐらいっていうことなんですね。それでね、あと、解放同盟にはね、部落出身でなくても入れるのかというところについて、聞いてみたんですよ。そこはもう、八木氏ってね、ブラック出身でなくても入れるっていうふうに明言してました。もうそれ以上でもそれ以下でもないと。だから、向こう側としてはね、あんましそのブラック民の定義とかで、ブラック民とは何かとか、そういうところでもう触れたくないみたいな感じでしたね。もうとにかくね、解放同盟としては別にブラック民じゃなくても入れるぞと、その、解放同盟のね、運動の趣旨に賛成していればと。以上、それだけっていうことを、まあそういう感じでした。だからもうそこはもうシンプルです。だからそういう意味ではね、世の中のイメージとはだいぶ違うと思うんですね。解放同盟ってもうブラック民の団体っていう、というよりはやっぱしもう特定の運動する団体っていうのを超えないと思うんですね。
そしてですね、あとね、これ、まあその証人自身は、でもなんだかんだね、原告は自分たち部落出身ですって言って出てきて、で、そのまあ片岡さんも4代前まで遡って確認したとか言ってるんですけど、僕、じゃあそれ何確認したんですかって聞いたんだけど、結局それもなんか話が曖昧で、じゃあ端的にそのまあ戸籍だとかね、そういうのを確認した、そこにじゃあ得たとか否認とか身分書いてあったんですかって言ったら、それはないっていうことで、結局それも結局解放同盟としてはやっぱりその住所地だの本籍地が部落だったら部落っていうことなんですよ。ただ4代前って微妙なところでね、江戸時代に届くかどうかだと思いますね、あの片岡さんの世代からしても江戸時代にちょっとギリギリ届かないかもしれないですね、4代って言ったら。僕でも 4代だと届かないですからね、5代でもちょっと江戸時代は届かないですね。5代、6代ぐらい遡らないと江戸時代まで届かないんで、だから、片岡さんっていう名字ね、実は結構多いんですよ、兵庫県だとね。だからそこはやっぱりそういうことだと、その得た否認、身分にはつながってなくて途中から移住してきたっていう可能性は僕は否定できないと思うんですね。あとですね、あとこれは結構もう事務的な質問なんですけど、プロバイダー責任整理情報関係ですね、その、発信者の開示請求とか送信防止措置の請求ってのは、そういうのしましたかっていうことについては、まあしてませんっていうことですね。あとはまあ自分がどういう活動をやってたかっていうことで、その差別糾弾、差別事件に対する対処、120件やったって言ってましたね、片岡さんは。でそこでちょっとね、一つ突っ込んだ質問してみたんですけども、2004年に、今加須市でなんか差別発言事件があったっていうことなんですけども、その時の、まあその差別者のことが出てくるんですよね、解放新聞に。でちょっとその差別者っていうのは、部落民なんですか一般民なんですかって聞いたら、それは部落民ではないって言って言うんだけど、じゃあそれ部落民ではないって調べたんですかって。まあ僕の趣旨はね、その解放同盟としては、そのまあ親戚に部落民がいたら部落民だとか、その過去の住所が部落にあったとか言ってるんで、そういうことをとても調べてるとは思えないんですよね。だからその一般民だっていう判断ってどういうふうにしてるのかっていう意味で聞いてみたら、そのまあその指4本出してなんかあいつはこれだみたいなことを言ったそうなんですよね、その人がね。だからそんな部落民がそんなことを言うはずはないみたいな話でね、だからそういう、まあ結局そういう感じで判断してるっていうことみたいですよね、部落民か一般民かっていうのは。それでね、あともう一つ、これも興味深い話だと思うんですけども、解放同盟は全国部落調査を持ってたのか、昔持ってたのかと、その2016年に僕は公表したんだけども、それ以前に全国ブラック調査持ってたのかって聞いたんだけど、まあそれで結構なんか怒ってて、お前らが公開したんだろうって言って、まあでも解放同盟じゃとにかく持ってなかったそうなんですよね。だから全国のブラックの一覧、全国のブラックっていうのは、まあ確かに解放同盟としては把握してるつもりだったんだけども、そんな正確にね、あの全国部落調査みたいな形で網羅的に完全に把握してたかって言ったら、そういうことではないっていうことだそうなんですね。この片岡さんはあの埼玉なんですよ、まあ、埼玉の部落にしても、そのまあその地元の人からの伝承だとか、まあ多分ね、その組織で解放同盟で引き継いでたんだと思うけども、そういうものがじゃあ全国部落調査と一致するかって言ったら、まあその、まあ一致しない部分というか、まあ一致しない部分もあると。で、それについても、その、部落解放とも結局その何から何まで全部把握できてたわけじゃないんで、まあそれはそういうことになるわなと。ただ全国部落調査については、まあ当時のね、役人が作ったんだから、もう正しいだろうみたいなことを言ってましたね。で、全国部落調査で、じゃあ実際どんな被害を受けたかっていうと、まあ、例えばその被害って言っても、まあじゃあアダルトグッズが送られてきた件、あと、他にはその童話地区の問い合わせですね、そのどこが部落だっていうような問い合わせが来ると、あと、
まあ、こんなん公表されたら困るみたいなことで、まあ、開放動画の中でそういう相談が来るとかいうことと、あとはですね、なんだろうね、なんかちょっとストーカー事件があったんですね。ストーカー事件の時に、その、開放同盟とかそういう同和団体を引き合い出して、まあ自分はブラック民だから糾弾してやるぞみたいなことで、そうやって、全国ブラック調査で調べたブラック名を出したみたいなのがあるんですよ。ただね、こう直接的にね、その、そこがブラフだから就職を断ったとか、その仕事を切ったとか、結婚、まあ、婚約解消したとか、まあ、そういったね、個別具体的な話っていうのはなくて、なんていうのかな、風評被害とか、なんかそういう類のもので、じゃ全国ブラック調査によって被害が生じたってね、多分、なんか明確に言えるような事例って、はっきり知ってなかったですね、その、証人が語ったところでは。だから裁判官もそこは、あれっていうような印象は持ってたと思います。その、じゃあ具体的に直接な被害っていうのはやっぱなかったんじゃないかと。まあ確認できなかったんじゃないかと。まあそういった様子でしたね。あとね、ブラック解放同盟の滋賀県連の名簿が流出した件、2009年から2010年にかけてですね。そういうことがあったんですよ。1000人ぐらいの名簿が流出したんですね、インターネットに。もうその、電話番号、住所、名前、生年月日まで書いた資料がね。で、その件について、僕は、そういうものが出てったのに、解放同盟ちゃんと対処したんですかっていう趣旨で、まあ、副委員長に聞いてみたんですけど、知らないっていう話で、話にならなかったんですね。だからね、これね、嘘ついてるわけじゃなくて、本当に知らなかったっていう可能性あります。で、解放同盟ってトップダウンじゃなくて、ボトムアップでね、下から上に報告が上がっていくっていう感じの組織で、なおかつもうすごく地方分権的なね、その分散型の組織なんです、実は解放同盟って。だから、その滋賀県連については、その中央にね、ちゃんと報告されてなかったんじゃないかなっていう気がします。まあ、大将に北口末広とか出てきたんだけども、多分関西の界隈あたりだと情報は共有されてたけど、中央本部としてね、名簿流出に対処しなかったから、だから片岡さんのところまで報告が上がらなかったんじゃないかっていうふうに僕は思います。だから、そのあたりについてはそうです。だからまあ、その程度のことだったんですね。で、解放新聞にね、部落の地名とかね、あとは、その、まあ、解放ドメインの名前とか役職とか支部の名前とか余裕で載ってるんですよ。で、支部の名前も、実はその部落のある地域のね、地名を管理してるわけで、まあ、こういうことについてはっきりして認めてました。解放新聞にそういうのは載せてるよと。うん。ただそれはあんたらが載せてるのと趣旨が違うっていう、まあ、そういう話なんです。面白いのは、木佐井町の上崎、あ、今は加須市になってますけども、そこの、木佐井町上崎支部っていうような名前が、例えば解放新聞に出てくるんだけど、この、木佐井町上崎で何なんだって言ってるのに僕は聞いてみたら、もう誘導尋問だって言ってね、なんかね、罵声が傍聴席から飛んだんですけども、でもまあ、そこは気にせず聞いてみたら、まあ、上崎ってのは地名だと。で、じゃあね、木佐井町の上崎全体が部落なんですかって言ったら、まあ、それは違うっていうふうにね、言われてますね。だからまあ、僕も大体思ってる通りですね。うん。その、やっぱり、その、大和田単位で全体が部落っていう地域は結構珍しいんですよ。うん。まあ、それね、あるにはあるんだけども、結構レアなケースなんです、実は。あとね、副委員長のその、名前住所が公開されてる。まあ、もう前から公開されてるんじゃないかと。その、ブラック解放同盟関係人物一覧。あれに関係なく公開されてきたんじゃないかっていうところで、枝野幸男の、政治団体に寄付して、その収支報告書がインターネットで公開されて、そこに片尾さんの名前出てるんですよね、住所も。うん、それについては、いや、確かに寄付したよと。自分の近くだから、まあ、付き合いで寄付したみたいなことを言ってて、うん、だから、それに関してはもう、いや、だけど、そんな乗るのは当たり前だろうっていう風な感じで、まあ、それもまあ、趣旨が違うと、まあ、そういう感じのことですね。あと、解放とかも埼玉県連なんですけどね。まあもちろん全員が埼玉出身じゃないけど、一応9割ぐらいはもう地元の人間だっていう風に言ってましたね。うん。あと、林保館や集会所についてなんですけども、まあこれについてね、うん、まあ片岡さん、林保館や集会所を廃止するなっ
っていうような裁判に参加してたんですよね、埼玉でね。じゃあこのリンポカニア集会所って童話地区に設置された施設じゃないかって僕は聞いたんですよ。だからリンポカニア集会所のある場所っていうのは童話地区じゃないかと。で、そういうのは童話地区のために作られたんじゃないかと。まあリンポカニア集会所自体はその童話地区の中にないとしても、もうすぐ近くにあるでしょ、童話地区があって言って、そんなっていうことについては、まあそれははっきり言って、まあその通りだっていうことなんですよ。ただまあそれはまあ、ね、公共施設なんだ、当たり前じゃないよ、そういう施設が公開されるのはっていうところなんですね。まあ、そういったところなんですよね、あの副院長については。で、面白かったのは、まあ、ずっとここで映しているけど、この手配書ですね、これについても聞いてみたんだけども、いや、この手配書、これ、副院長自身見たことあるんですかって聞いたんですけどね。いや、見たも何も自分が作ったんだもんっていうことでね、もうそこははっきりね、これ、片岡さんが作ったっていうふうにもう認めてました。うん。だからもうこれに関してはもう以上です。もうそれ以上、もうそれ以上もう聞くことないですね。で、あともう一人ね、東京都の、あれですね、葛飾支部長ですね、東京都連のまあ副委員長でもあるんですけども、その人についてですね、その語ったのがあの兄さん、兄、兄さんの差別で、兄さんが結婚差別受けて血の涙を流したっていうことをすごく情緒的に話すんですね。で、ただね、一方でその人はやっぱりその、まあこれも片岡さんなんかと同じく、自分の出勤地のこととかね、群馬県の、コミカイドでしたっけ、あそこのことを、その出版物に書いてるわけですよ。部落解放とか、あとは、東日本、部落解放研究所、明日を開く。あれに書いてる、八木氏と自分、コミカイドの出身だって、八木氏書いてる本に書いてるんですね。で、そういうのを国立国会図書館で、まあ、見たんですけどね、まあ、それについて私質問したんですよ。だから、こうやって、部落の地名も書いてるし、自分の役職名前も書いてるけど、これは、ね、その、販売されるっていうことをね、承諾してたんですかって言ったら、まあそれはそうなんだと、不特定多数に販売されてたんだと、まあそれに対しては自分が承諾したんだとね、承知した上でやったんだと、ただまああんだとは違うと、あんだには承諾してない、まあそういうことなんですね。で、その中にね、興味深い記述があって、その結婚差別事件があったお兄さんのことですね。それについて、もうそれもなんか、暴走族の特攻隊長だったと、3000人率いてたと。で、マジモンの切れる日本と思ってたと。で、襲われた時のために毎日木刀2本を枕元に置いて寝てたとか、そういうこと書いてたんですね。で、そのことを聞いてみたんですよ。その結婚差別あった時に、兄さんこういうことやってたんじゃないのかって言ったら、いや、それはね、その結婚差別事件がある前の話だと。で、じゃあその、兄さんが結婚断られた時はそれもう足洗ってたんですか、暴走族からはって聞いたんだけどね。まあその辺に聞くとちょっとね、はぐらかせられたみたいな感じで、まあ足洗ってたという感じは言ってたんだけどね。うん、ただまあ、当時はまあそういう時代だったみたいなことを言うんだけど、まあ時代にしてもそんな何人もね、その暴走族の3000人も聞いてるような、そう特攻隊長がいるわけないんで、だからまあ、その結婚差別を受けた兄さんっていうのはまあそういう人だったっていうのは、それは認めてました。うん。それでね、あとまあ、ブラック解放なんかにね、なんか、ポエムを載せたりしてたんで、それについてもまあ、実際そういうのを載せてたっていうことはまあ、認めてました。あとは、群馬のね、コミガイドの集会所は童話対策施設で、そこに、その、玄関にこれは童話対策施設だっていう、まあ、趣旨のことが書かれてあるんですね。それについてはまあ、承知してると。で、コミカイドの歴史と生活って、これなんかはもう地名が書いてるだけじゃなくて、その地元の人の血筋なんかについてもいろいろ触れられてる本があるんですけども、そういう本が出版されて売られてたっていうこともね、あの東日本部落解放研究所から、それについてもやっぱ知ってたそうなんですよね。で、それで、じゃあその、まあ、葛飾支部長、
じゃあそのコミガイドっていうのは、まあ、調理の村っていうふうに言われて、まあ、実際その特定の人の一族は調理の家系だっていうことが、まあ、例えば分かってたりするんだけども、じゃあ商人自身調理の家系なんですかっていうふうに聞いたら、それは分からないっていうことなんですよね。じゃあ例えばそのコミガイドの住民が全員がそのじゃあ部落出身ということになるんですかって聞いたら、まあそれはそれぞれの考え方次第で自分で言えることではないって、まあ結局分かんないっていうことになっちゃうわけですね。あとね、この商人のお父さんがやってた会社、まあ僕も部落さんは松島工場って出てたじゃないですかね、それあのサイトで見たら分かるんですけども、そこについて、まあ、地元ではその土砂対策 の道路工事、地元の道路工事全部はそこはやってたっていうのを僕は聞いてたんだけど、それについてはまあ明確に否定することはないんだけども、その松島工事親父さんとしてはやっぱりその地元の部落でね、地元の業者が受けるとやっぱりいろいろと疑念を持たれるから、その土砂対策の仕事なんかはそのよそのね、地元じゃない業者がやるのが筋じゃないかみたいなことはその言ってたと、親父さん言ってた、その土建やってたりとか言ってた。だからまあ半ばその同割県べったりだったってことに関してはそれは否定してると、そこはある程度節度を持ってやってたとということだし、そうなんです。あとね、東京都連のね、このウェブサイトね、ブログでもやったんです、東京都連のこの意見書ですね。これでね、まあ、これはアーティストで東京都の職員がミスなのかわざとなのか知らないけども、その流出させちゃったものなんですけども、これにね、その東京都連この、まあ、今回この承認が副委員長やってる東京都連のこの交渉に関するその意見書っていうのが出てるんですよ。これにね、被差別部落に関する固有名詞がその東京都 その持ってる情報に含まれてるっていう風に書いてあるんですね。でこれについて僕が聞こうとしたらね、もうこれはもう答えたくない感じですね、明らかに。まあ、それについてはもう自分としてはその大法同盟の証人として出てるんで、この東京都連のことはまじ話したくないみたいなことを言ってたんで、だけどまああえて聞いたんですよ、その東京都とそのね、被差別部落の固有名詞のやり取りしてるんですかと。僕これおかしいと思うのは、東京都ってやっぱ童話対策やってないんですよ、建前では。童話地区指定もしてないし、で童話地区に対する優遇だとかね、なんか特別な対策っていうのはやってないっていう建前があるんですよね。じゃあなんでね、解放同盟が東京都とその被差別部落に関する固有名詞をやり取りする必要あるんだってことになるじゃないですか。そういうことをやり取りしてたっていうことは、やっぱこう部落だからなんか特別な施策しろなんていうことを言ってたんじゃないのかっていうことなんですよね。でこれについてはもう知らないって言ってましたね。まあ知らないって言っても書いてあるんだよね、こういうことがね、ということでしたね、はい。あとね、東京都連について聞いたんですけども、まあ、葛飾支部っていうのはまああるんですよね。じゃあこの葛飾支部って何なのかっていうところなんだけども、それは葛飾支部ってあるのは趣旨としてはその葛飾区内にその部落があるからと、まあもちろん指定童話地区はない、これは東京都っていうのはその童話地区指定しなかったから、それに関しては認めてるんですよね。ただその今回のこの承認をはじめね、県外出身者、県外とか東京都外の出身者っていうのが実は多いと。だからその部落出身で東京都内に住んでる人が入ってるという、まあそういうことなんですね。そういう意味での葛飾支部なんですよね。ただまあそれもね、私としてもね、まあここまで突っ込んでは聞けなかったんです。聞けなかったっていうか、まあ聞いてもしょうがないというか、まあ向こうもその辺もう答えられないっていうか、だってやっぱおかしいと思うんですよ。そのすいません、ちょっとお神社にお参りに来た人がいるのでちょっと場所変えます。ちなみにこの神社はね、部落とは全然関係ないですね。総武大神社と言いましてですね、結構新しい神社で昭和初期に作られたんですね。で、この火災とか災害なんかに対する御利益がある神社で、なんでここにね、これは作られたかっていうとね、やっぱここがね、高台にあるんです。まあ、総武大っていうぐらいだから高台にあって、それで水がないから火事になると大変なことになってたんですね。それでこの神社が祀られたってことだそうなんですね。
ということでね、先ほどの話の続きなんですけども、まあ、結局その開放ドームの葛飾支部についてね、おかしいと思うのは、その開放同盟っていうの支部はね、これもう副委員長片岡さんも言ってたんだけども、支部っていうのは基本的にその部落に対して設置されるんですよ。少なくともね、市区町村単位で部落がないところには開放同盟の支部って作られないんですよね。ただ東京都に関してはその現住所というところでやってるんだけども、その葛飾区内っていう風にね。ただまあ副委員長の住んでる場所も部落でも何でもないですよ。これはもう本人を認めてました。うん、とするとその何なんだろうって思いません？やっぱりそのちょっとねじれがあるんですね。出自というのはまあ東京都外で部落出身で、ただその支部を作るその大義名分とか名目っていうのはその自治体のね、市区町村の区域内に部落があるからっていうことで、ちょっとこの辺意味わかんないなと思うんだけども、まあここに関しては開放同盟の人もね、やっぱ整理できてないんじゃないかなと思うんですよね。でということで、まあ小児尋問の内容っていうのは、まあ、大体こんな感じでした。はい、それでね、次回が9月14日ですね。でね、傍聴券がですね、まあ、自転車側の特別傍聴席が 2つあってですね、今のところ、1つね、すでに希望者がいて、実はもう1人もね、もう1つももう希望者が出そうな状況なんで、残念ながらも特別傍聴席は、まあ、実質的にもう埋まってるような状態ですので、まあ、視聴者の方でね、裁判の様子見たいっていう方は、まあ、実際来て、傍聴券を引いていただくしかないような状況で申し訳ないんですけども、やっぱりコロナウイルスの影響で相当傍聴席が減ってて、で面白いのがね、もしかしたらねテレビ会議やるかもしれないそうなんですね。今日一人そのコロナウイルスが怖くて九州から来れなかった人がそのビデオ会議での証人尋問っていうのを希望しててですね、ただ裁判所ってね、これやっぱ相当難色を示してました。これはどっちかっていうのも事務手続き上の問題で、やっぱこういうご時世なんでテレビ会議使いたいっていう人がすごく多いそうなんですよ、全国のあちこちの裁判所で。だから東京地裁なんかも特にそうで、だからテレビ会議システムを使うっていうのはもう大法廷、あの東京地裁で一番大きな法廷を予約するよりも大変なことだそうなんですね、裁判官にとっては。だからこれで裁判の日程がもうずれてしまうんじゃないかみたいな懸念があって、うん、それで裁判所としては難色を示してたんだけども、うん、やっぱりどうしてもその本人がね、うん、こう家族のことがあって来れないっていうんで、なんとかしてくださいっていうことで、まあとりあえずね、今回についてはその一応裁判所の判断を保留っていうことになってます。ただもしね、そのテレビ会議っていうのはできるんであれば、その10月ぐらいになるんじゃないかなって、そういうそのテレビ会議の対象となる尋問についてはね、うん、こっちとしては特に反対しませんでした。うん、まあ実際興味ありますしね、その裁判所のテレビ会議の証人尋問っていうのもね、多分貴重な経験になると思うんで、別に反対する理由はないんで、まあどうぞどうぞっていう感じで、できるならっていうことで言ってましたんで、まあまだ今後裁判の日程については流動的な部分があります。ただ分かってるのは9月14日、13時30分から、次回はあります。だから傍聴したい方はそうですね、ちょっと早めに12時半ぐらいに裁判所に行っておいた方がいいと思います。先に傍聴券の抽選がありますので、13時30分ちょうどに来てもまず入れないですから、1時間ぐらい前に来て、傍聴を希望するように裁判所の人に聞いたら分かるんで、そういうふうにやってみてください。ということで今日は裁判の報告でした。